俺がヌーンを使う。悪いが、このヌーンは俺のだ。はい、残念。バイバーイ。リス、バイバーイ。エンジンルーム。配線。ここも配線の順番とかあんのかな？勝ち。詰まっちゃった。ナイスです。ナイスです。ナイス、ナイス。あ、特に眠ないです。サケヤさんと競争してました。あ、そうですね。ゲンさんがめっちゃ走ってた。はい。あの宿舎前ゼロ出なかったんですけど、押したくて。ちょっと近く宿舎前でした。長、特に何もなければスキップしましょう。そうですね。あの時間一試合長くなるんで。はい。はい。はい、ありがとうございます。うわ、すげえあるな。ナイスー。ナイスね。ナイスです。いいっすね。いや、これは白でしょ。これは白やな。白。もう、つらんでいいわ。一緒。ありがとうございます。うん、白や。ほら、服が白や。あ、エレジーさん、一個だけいいっすか。はい。バイタルで、バイタル見てる僕のこと殺そうと走ってきました。いや、バイタル見に来ました。違いますよね。あのまあ一応多分解説すると、僕がエレクトリカルで助け合って、であのバイタルそろそろ見に行くかと思って見たら、マシャカリさんが見ているところにいて、でそこにたどり着く数秒前ぐらいに、直前ぐらいかにボタンを押されたので、マシャカリさんはそれを言ってるんだと思うんですけど。そうですね。だから僕はオラフ君が僕を救ってくれたと思ってますね。僕はよくわかりません。はい、そうですよね。大丈夫です、すいません。これ次にマシャカリさん死んだら俺疑われるんじゃないの、これ。ああ、それ言っちゃダメだよ。まずい。はい、夏目くん、次。エレジーさん。はい。インポスターですか。はい。夏目先生とペアです。ローラしましょう。ローラしましょう。わかりました、ローラしましょう。じゃあ俺に入っとるが。ナイスファイト。僕はスキップしました。ナイスファイト。じゃあやな。なかった。しもうた。青だったかな、何かいた。おい。おい。おい、あ。おい。ここの閉まってる場所もランダムなんかな。え？右に行けんのかと思った。メインホール行くか。タンちゃんの顔芸が。なんだこれ、やったことないかも。何？うわ、何？あー、そんなに汚れてないもん。そんな汚くないもん、臭くないもん。そんな汚れ 100% みたいな言わないで。いちご 100% みたいな。うん。ランジングか。オレンジ。あ、オレンジ。すごっ。おお、ま、これ生きてる。これを白いって言うんですよ、夏目先生。皆さん固まってるんで。なんで夏目に降ってきたの？なんとなく、はい、すみません。アルマくんずっと一緒にいたわ。
いや、追いかけ回されました、マシさんに。うん、怖い。特に言うことなかったです。ナイス。ナイスボタンです。めっちゃ白いこれ。現に入っている。これは誰？自投票。あ、違います。ゲンさん、そんなことしないでしょ。メスワイト。人工室。あ、初めてやる、これ。楽しみ。一緒に住んだよね。眼帯とかあんだ。え、これ、眼帯欲しい。海賊。え、眼帯ってないよね、まだ。あ、じゃあでも海賊のハットもあれか。ピンク、水色、黄色。夏目さんがやりました。ゲンさーん。アーカイブで夏目さんがやってましたよ。逮捕。カメラ見てる方いたらお願いします。いないのか。でもどっちかだと思うわ。うん、ね、直前までシャワーで見たし。ちなみに黄色と赤が昇降機のところで見ました。いや、もうお互いがやってるって言ってるんで、はい、うん、いいと思います。はい、まあ弁当から出てきたね。ね、まあ弁当から出てきたんだったら、なんで私がカメラを見てるかとお願いしますって最初に言ったのかは皆さんご理解ください。じゃあちなみにマシャカリと夏目アルマが3人でシャワー室いるのにアルマをゲンさんの目の前で殺すのかっていうのを、はい、まあローラするって大丈夫です。教えてください。ゲンが見つかってるんで。どっちかわかんないですか。どっちかって感じですか。うん、どっちかだと思いますよ。どっちかわかんない。金庫犯です。僕見てないんで下に行ったんで。僕でも最後タオルのとこで夏目さんとアルマさん見ました。そうですね。あ、まあこれで夏目がまあいいか。お疲れ様でした。日頃の行い、はい、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、バイバイ、バイバイ。シュやばい、殺される。ありがとうございます。ナイス。はい、行ってください。はい。なんで半笑いなんですか。ちょっとうわー、すげー白いな、ついたくねー。一応なんですけど、原産目線でも夏目先生原産ローラで一路は確定連れてるって言うんですか。はい、OK です。まあ、あとタスクで何が起こってもタスクで勝てそうな気がしますけど、ね、3回白ボタンあるんで、うん、だいぶタスク進んでると思うんで、うん、あ、一応なんか話すことあることもなかったら押します。あとリアクターが鳴ってるときは、なんかタスク、なんか最優先ではしなくていいので、死なないように、リアクターは絶対行って、死なないように気をつけて、はい。感じですかね。はい。ありがとうございます。で、タスクを進めれば。死んだら、ゲームスピード速くなっちゃうんで。はーい。はーい。じゃあ、押しまーす。ほら、ダイス。ダイス、僕に入れた。もうゲンさんじゃないですか。わかんないけど。ゲンさん、ナイスファイト。え、それどう？ちょ。ダウンロードこれ。ほう、じゃああれか。ダウンロード。またできるのか。もうこのためにやってみたとこあるよね。これ直さなくてよかった説。停電。ドア閉めの方が厄介ですよね。このマップにおいて。俺がヌーンを使う。悪いが、このヌーンは俺の方だ。はい、残念。バイバーイ。イリス、バイバーイ。
ヌーンの早取り合戦。ボタンだ。エリジさんどんな気持ち？もうインポスターだったら真っ二つにしてましたね。ヌーン取られました。昇降機をね、ダッシュで勝ち取りました僕が。僕が左にしたかったのに。そういうことか。取られました。めっちゃ煽りながら行きました。やば。許せねえ。怖っ。まあ、見てました。はい。それを惨めにも目撃されました僕は。惨めにも。誰にも見られなければ。あとそれ誰だと思います？誰に聞いてますか？センターさんあと一人誰だと思います？わかんない。あれこれ言ったのゲンさんじゃないんだじゃん。ラフ君ってこと？ラフ君じゃない？一票か？いや僕じゃないっすよ。あれ？そうなの？なんだこの質問は。根に持ってるのか。根に持たれてないこれ。キッチンあった今。キッチン出るまで待つか。どうしよう。でもさ、これさ、バイタルとかさ、まあドミンもそうなんですけど、これって村利はあるけど、個人利はないんだよな。死にやすいから私自分のタスクも進まないし、はい、個人主観で見るとやらない方が得なんですよね正直。そこをどこまでやるかって感じですよね。青新年とか見ててもね、全体貢献はできるけど、あ、死んだ。水色。オラフ君じゃなかった。色がバグってる。ブラウンになってるし。あ、だからライムって言ってたのか、ゲインさん。ライムってこれですよね。リアクターの前で。次の脇の時に行った方がいいね。ダウンロードは何回も言いますけどね、ゲームスピードを速めるのはクルーメイトですから。僕が知らない立ち回りをするのはインポスターのゲームスピードを遅くするためですね。ゲームスピードを遅くした方がタスク勝利がね見込めるからね。死んでんだろ。びっくりした。事故ミーティング、ミーティングかな。でもラフコンしてたしな。リングか。あー、エリさん。くそ。あれ今引かなかったんだ。あれ連打してたけどな。なんでこれ引かなかったんだろう。マジ？うわっ、バめっちゃ死んでるよな。多分いっぱい死んでるだろうと思って押しました。はい。うん。最終なんだっけ、うん、
どこだっけ、ボタン奥まで行かないといけないのか。ボタン押すとこって、一緒に、誰かと一緒に来ました、マシャカリさん。トゥーンさんと来た。そうっすね。ね、ミーティング、あ、どうぞ。リアクター直した後に多分マシャカリさんが押しに行ってます。てか、トゥーンさん絶対シロナだと思ってるのが、時系列的センターさんと僕とトゥーンさんすれ違ってんすよ。で、あ、どのぐらいですか、それ。15秒前、リアクター鳴る前にすれ違ってて、僕らで。うん、で、僕とトゥーンさんそこからほとんどずっと一緒にいるから、タイミングないんで、エレジーかボーンさんってことですかね、それは。そう、僕ら両シロ取れてるんで。うん、ボーンさん、今回ずっと見てないからな、俺。いや、インポスターだったら殺してましたって、本当だったんだね。ヌーンの恨み。右側にいたから で、そこから右行って、トゥーンさんとすれ違って、僕はもうずっと右側行って、最終はメインホールまで行ってます。右綺麗に回ってます。わあ、見てねー、ずっと。誰と回ってないんですか、ね、違いましたね、メインホールで。ボンさんは。ん？誰ですか？ボンさん、一回だけすれ違いました、メインホールで。下から。え、いや、え、すれ違いましたっけ？え、一回すれ違いましたよ。あれ、アーカイブのとこじゃなかったでしたっけ？アーカイブ？はい。アーカイブじゃなかった気するの。あれ、本当ですか？なんか、リアクター直した後に出るときに、すれ違って、いや、記憶違いかもしれないです。気がしてたんですけど、あ、ごめんなさい、じゃあメインホールのは覚えてないです。多分画面見ながら走っちゃったんで。うん、まあ、ごめんなさい。はい、ちなみに僕はマジでボーンさんとは昇降機以外で会ってなくて、トゥーンさんとはコックピット、トゥーンさんだっけコックピットあたりで一回すれ違ったのでしたっけ。ああ、そうですね、先端さんが左上に、あ、そうですね、そうっす。コックピットで一回エレジーさんと先端さん見てますね。あ、じゃあ、エレジーさんっぽくない？トゥーンさんどう？いや、でもね、でもエレジーはその後メインホール側にまっすぐ行って、アーカイブで昇降機直しに行くときに、でもアーカイブぐらいでも直ってて、多分その後ミーティングボタンだと思うんですけど、センターさんはその後下に行ったんですよ。いや、俺ボンさんしかないから、俺エレジーさん入れたわ。いや、マジか。いや、そうですね、多分時系列的にエレジーさんだと思う。そのトゥーンさんがセンターさんと別れて会った後はっていうのは。ピットで。うん、絶対エレジーさんだと思う。センターさんのおかげで多分、わかんないけど、間違えてたらごめん。正解っすわ。素晴らしい。いやー、面白い。ナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイト。いやー、悔しいな。トゥーンさんなんか見たかったな。トゥーンさん以外と会わないからめっちゃ死んでると思ったんだよな。あ、そうそう。殺した位置が、武器庫の左奥の、ちっちゃい拳銃のタスクのとこと、あと、ミーティングルームの右と、あと武器庫の下を探しに来たセンターさんを武器庫で殺しました。センターさん惜しかったっすね、あのレポート。あ、いや、あれ絶対連打しながらやってたんですよ。連打しながらアドミン見て、で、オラフ君僕、バイタルで死んでたの分かってたんで、あー、なるほど。そう、アドミンまでダッシュで行って、見て、武器庫で死んでると思って連打したんですけど、なんか光んなくて、あ、そうだね。あれって思った瞬間に、エリジさんに殺されて。3キルできたなかったけど、自分のアリバイが全然出せる動きできてなかったな。あのタスクがね、進んでたから仕方ないと思います。あと私がお土産するとき、あまり停電がなくて、ギリリアクターの方が強い気がするんですけど、どうですかね、皆さん。あー、どうだろう。30秒ぐらいだと、なんかリアクターの方が安全かなと。あの、ミーティングに行く人が何人か上側にいて、その人たちが昇降機直しに当てられちゃうから、うん、キルクール開けそうみたいなのは確かにわかります。うん、まあ、ゲンさんとエレディさんですよね。はい。なんで夏目先生から釣られたのかよくわからなかったけど。まあ、日頃の行いが悪かったってことで、ナイスファイト！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 